このくらいでね、まあ、食べて。2人前だから結構あるね。全部入れちゃう。ね、こんなもん。もうちょい。残っちゃった。入れちゃう。入れちゃう。ホルモンのキムチだからね。あれかな。味が薄そう。ご飯あ、ダメだ。プラスしよう。それでどうだろう。ソースをプラスします。あ、これで味が染み込んで。ちょっとね、キムチが少なかったからね、味が薄いかなと思ったけど、市販のやつプラスしたから、なんとか。無駄。あんまりやると焦げ焦げなんですよ。しっかり飲む。
すすごじゃあ、あれ焼き豚が入ってないよ。え、焼き豚あんの？あるよ、焼き豚。え、マジか。入れて入れて、焼き豚。え、作り直しじゃん。頑張れ。もうしょうがない、やりますか。とりあえずこれで焦げたんで終わり。イエーイ。チャーシューも入ってパワーアップしました。今度こそ、えい、お、さっきよりいいな。よし、豚キムチの素入れ忘れました。ごめんなさい。はい、なんだかんだ言って出来上がった料理がこれです。いや、具入れ忘れたからね。まあいいか、追加したから。ではいただきます。あ、ん、もうちょい、あ、うまい、うまい。え、おいしい。うん、おいしい。ああ、よかった。